こんにちは、ツーストリングスのスーさんです。このチャンネルでは、世界中から愛されているバンドインナボックスの活用法をメインに、キューベースとその周辺のプラグイン音源、そして音楽生成 AI、AIBA の活用など、実用的な視点から最新情報を日々紹介しています。そしてもう一つの視点では、私の好きな楽器、ニコとオカリナ、そしてアコースティックギターにフォーカスしたカラオケ音源の制作も紹介しています。音楽制作のノウハウを身につけることで、定年後の人生を音楽ライフで満たし、生きがい作りを考えているシニア層の皆様へ何かのヒントになればと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今回の動画はバンドインナボックスを使う上で基本中の基本であるコード入力の方法を紹介したいと思います。バンドインナボックスにはコードを入力するための様々な方法がありますが、今回は最も一般的なコンピュータキーボードを使用する方法について説明します。プログラムのメイン画面にはコードシートと呼ばれる領域があります。コードシート上の各番号付きセルは1小節を表しています。この例では曲の最初の小節に E コード、5番目の小節に A コード、そして曲の後半には21番目の小節に E があることがわかります。1小節目の前半にあるボックスはハイライトセルで現在作業している小節を表しています。ハイライトセルはカーソルキーを使って移動するか、マウスで任意の小節をクリックすることで移動できます。それではコンピュータキーボードを使用してコードを入力してみましょう。まずこのお題のコード進行をそのまま打ち込んでみましょう。 Excel シートに入力するような感覚でコードネームを打ち込みましょう。先ほども紹介しましたが、数字の番号が1小節です。そしてカーソルを動かすと前半後半に2分割されています。このセル1つが2拍となります。コードネームの打ち込みは半角文字で、直感的にワープロ感覚でコードネームを打ち込んでください。例えば E なら E と D7 なら D7 と Em7 なら Em7 と入力してください。少し複雑になっても、例えば Cm7fb でも Cm7-5 とそのまま入力して Cmb という場合も C/B と入力すれば大丈夫です。また Cmaj7 という場合は Cmj7 と入力してもいいのですが、Cj と入力するだけで自動変換してくれるショートカットもいくつかありますので、入力の時間短縮のために覚えておくといいでしょう。ここでワンポイントアドバイスとしてコードネームの打ち込みの実用テクニックを紹介しますので、ご覧ください。そして引き続き実際の入力事例とアレンジの展開方法を紹介します。それでは早速やってみましょう。
今回の動画はいかがでしたでしょうか。私は日常生活が音楽制作に包まれることにより人生が豊かになっていくような気がしています。それは作る楽しみ、喜びと同時に得ることができる音楽による収入のおかげだと思います。皆様の音楽人生もより豊かになることを願っています。これからも少しでもお役立ちできるような情報発信を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この動画がお役に立てたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。2ストリングスのスーさんでした。